ますか？もう私は泣きそうです。こんばんは。こんばんは。もうね、今日は人生で一番、なんか公演の中で一番って言ってもいいぐらいのやらかしをしてしまって、もう落ち込んでるんです。びっくりした、自分で。ごめん、ほのび。泣けそう、やばい、泣いちゃう。ショールームでちょっとね、結構言ったと思うんです。もうほんまに、ミス止まった、動いてる。そう、ほんまにやらかしい。もうなんか今日、しかもね、そうショールームしようとしたら、普通になんかログアウトもしてないのにサインインしてくださいって言って、意味が分からへん。何、最近いけちゃう人もありがとう。もう今日の制裁役なの。最悪でした。もう泣きちゃう。最近涙もろいのもあってさ、すぐ泣いちゃう。こんばんは。全然コメント読んで泣きそう。渚さいかんとか、そう、強くなる、強くなる、強くなんなきゃなんです。お疲れ様です。もうめっちゃメイク落ちてる。 こんばんは、こんばんは。好きでした、ありがとう。辛くて今もう何も考えれないぐらい辛い。もうよくよくよくセーフじゃないの、死んじゃったから。 疲れ様です。あんなんね、久しぶりです。ああ、揺らしちゃった、ごめん。でも今日落ち込みでやから。 寝てね、寝て、明日とりあえずね。だってもう泣きそう。 泣けちゃう。制服似合ってた、嬉しい、ありがとう。今日の雰囲気めっちゃ変わった。もうね、もう今もうちょっとで涙出るぐらい、やばいよね。最近見せてきた、ありがとう。高校生クイズ見ました、嬉しい。シンポジーでもないんです。あ、やば、見て、涙出てきた。楽しかった、大丈夫、ありがとう。泣けるわ、いつの間に。ありがとう、嬉しいね。やばい、もうね、そう、涙出ちゃう。なんで泣いてんねんって話だけど。涙拭く、優しい、その言葉に涙出ちゃう。出す、もう寝て元気出すねん。で次頑張るねん。涙拭いてよ、元気出る、寝るね。悲しい、ミスしちゃった。はい、ありがとう。電波悪いとかして、多分自分も電波悪いねん。そう、やばい、涙出ちゃった。そう、鉄板、てっぺんや、てっぺんラジオね、明日の何時間までメール募集中なので、よかったらお待ちしてます。そう、切り替えるんですけど、寝て切り替えます。じゃあ今日失敗多かったんです。ダメですね。今日はね、なんかそう、それだけじゃないんですよ、失敗。あれみたいな、道がないっていうのもあったし。なんでいきなり泣いてんのみたいな感じやけど、違う、そう、ごめん、いつもこんな泣いてる。昨日の高校先生クイズ見たら、本当にありがとう。明日ね、いい日になったらいいなと思う。
びっくりした自分でもびっくりした。充電大丈夫？こんばんは。お弁当食べようかな。多分ご飯食べたら元気出るって言うやん。 ありがとう、お疲れ、ありがとう涙出ちゃう。ゴイゴイ、ゴイゴイっすね。やっても映んないよ、顔しか映ってないから今。次の M コン行く、お待ちしてます。みゆさんの生誕祭か、次やったら。そう、楽しかったぞ、キセ、ありがとう。よくないんです、本当によくない。いやー、よくないシュークリーム食べたい、シュークリームもうね、話しなさらのせ、高校の先生緊張、確かにね、緊張してたと思いますね。なんかそう、その昨日の高校先生クイズ選手権2024がにね、第2ステージに生徒役として出演させていただいたんですけど、そう、奈良県のね、宇根美高校が優勝したということで、もう嬉しかったですね。奈良県奈良県民として嬉しかったです。次に挽回頑張ります。今日悲しい、テレビよりさらに可愛くて緊張しました、ありがとう。忘れてたわねえみんね、そう、でも、もう天気も決まってるのをね、昨日調べて言ってました。奈良県民ならみんな読めると思いますよ。え、イコかなくした？あー、ついてないね、一緒や悲しいね、めっちゃ悲しい。画像止まったよ、わかんない、電波悪いんかな。ね、なんかね、その問題を言ったところがね、ちゃんとオンエアされててめっちゃ嬉しかったです。だからね、そう、家族とかに出るんでしょって言われてて、でもカットされてるかもしれんからってずっと言ってました見られるの恥ずかしいんです、家族に。だからそう、あんまりね言わないんです。だからお母さんとかは自分のツイッターで何出るとか確認してるって言ってた。調子悪いかな、でももう行かないよ、切り替えなあかんからやばいね、そう、切り替えないといけないので、明日には切り替えてます、ね、高校生クイズもありますもんね、夏には。どうなるんですかね。聞き取りやすかったなら良かったです。難しい、あれね、もう本当に焦って携帯出せへんと思って、すぐ取れるように置いてたんですけど、焦って取れなくてやばいと思って焦ってました。奈良県民なら知らない人いないと思いますよ、公立高校ですしね。めっちゃまばたきしちゃった、緊張したよ。うまいもん買って帰りたいけど太るから悩み中。でも食べたい、シュークリームシュークリーム食べたい。そう、池松コンビでこの前南原ちゃんさせていただきました、楽しかったです。今日はいい、もう落ち込みで落ち込みでやからそう、宇根美高校マジですごいなって思いましたね。宇根美の黒ホルダーネック衣装かわいい、ほんまにありがとう、かっこいいか、ありがとう。かっこいい衣装多いですよね。でも宇根美、家に帰るまでが公演やめっちゃ遠足みたいに言うやん。そうか、嬉しい。シュークリームはカスタード派なんですよ、実は。今日何食べてもいい、ほんまに。でも甘やかしちゃあかんから自分の答え、でも分かるやつと分からへんやつあった。
タード派？100個くれんの？優しい。え、ちゃんと来てくれた？いやいや、よかった。はい。スースーしてくるの意味わかった、ね。何？わがままの。うん。ハートに隙間があるからスースーすんねや。それだけ。スキーマーがあるよ。あ、ほんまや。ずっと私ほんのに聞いてたやん、うん、スースーって何のスースーって。確かに。レポンが隙間のスースーって言ってた。え、やよか、レオと連絡ついた？みおちゃん、やよ起きた？起きた、連絡ついた？まだ連絡し、私今配信しますあ、配信してる今自分が。ちょっと見てみる。そう、あのね、そう、わがままコレクションのハートのどこかに隙間があるようでの後の歌詞で、かまってくれないとスースーしてくるっていう歌ってるんですよ。だからそのスースーって何なんだろうなっていう話をしてたんですよ。そのハートのどこからスースーが来てるんやろっていう話をね、一回してたんですよ。どこやろうなって言ってたんですけど、今発覚しました。良いですね。みおちゃん呼びですよ。私レイボンと一緒で楽屋トークでした。シュッシュッシュ。切り口がマニアック。ミオっていい名前ですよね。わかる、超わかる。いや、今日は落ち込みでやけど落ち込みでやけどね、いいんです、すっきりしたね。シュークリーム買おうかな。あの青いね、コンビニあるじゃないですか。青いロゴがトレンドマークのコンビニあるじゃないですか。そこの関西限定の大きなツインシューの抹茶シューがハマってて、でも半分ぐらいでちょうどいいです。半分ぐらいでちょうどいい大きさなんですけど、おい、あの、あ、なんか抹茶、抹茶って言って抹茶じゃないやつってあるじゃないですか。なんか思ってたより抹茶じゃなかったみたいなのとかあるじゃないですか。でも抹茶なんですよ。抹茶やと思って、え、抹茶の味やと思ってね。そう、抹茶でした。なんか抹茶感足りなかったら自分でも抹茶、あの家にある抹茶を振るぐらいに抹茶が好きなんですけど、抹茶感強めなのがね、私は好きだったので、めっちゃ最近ハマってました。まだ売ってるんかな、わからないですけど、美味しかったです。関西住みの方よかった。そう、美味しかったの。追い抹茶してました、ずっと。抹茶が家にあります。ないですか？お疲れ様でした。エクレアじゃないの、チョコクリームって。ビアードパパのシュークリームも美味しい、わかる、好きですよ。パイ生地も好きだし。みおちゃんはね、抹茶の種類によるらしい。言っとった。家に抹茶常備してますよ。ゆっくり休みます、今日。あ、ゆっくり休みますね。もう今日は寝て切り替えます。あ、でもそうやね、切り替えないといけないです。ないんよ、家はあります。抹茶、こんばんは。やば、前髪がもうない。伸びるの早いんですよ最近、前髪が。そう、寝たらね切り替えれるから、早寝るんです。今日は帰って早寝ます。プリンフェアもしてますよね。なんかさ、なんかちょっと聞いてください。私が、あ、ちょっと、あ、もう甘えんの控えようかなっていう時に限って、なんで今抹茶フェアみたいな、なんか期間限定の抹茶が今大量に出るんですか。この現象に何か名前をつけてください。本当になんか食べるの我慢しようと思ったら、その食べたいものがいっぱい増えてくるっていうのはなぜですか。悲しい、わかる。15分経過した、じゃあ終わろうかな。もう、なんて言うんですか、もう
嘘でしょみたいな、至る所で今抹茶じゃんと思って、あるあるよねめっちゃ誘惑多いですよ。だから今 CM とか見ててもいっぱいある。そう、期間限定抹茶味なんちゃらかんちゃらみたいな、いっぱいあるじゃないですかつらつらいよね、抹茶食べたいけど食べれない。そう、抹茶始まるし、ドーナツもね、つらいわ、食べれない、食べたいのに。春、なんか桜味じゃないんですか春って、そのイメージだったんですけど。抹茶なんで抹茶なんですか。今日は食べたいだけ食べる。そうね、そう思うんですけど、後で後悔するんですよ、悲しいことに。じゃあね、終わろうかな今日はおしもおしもっていうか食べます今日はこんなこと言って食べますちょっと落ち込んだから。じゃあ、はい、天使ハート映ってない。はい、じゃあね、終わろうかなと思います。おしも甘いもん買って帰ります。では終わります。ありがとうございましたあ、ランキング読みますね、ごめんなさい。13位ルッキーさん、ありがとうございます。12位カッパマキさん、ありがとうございます。11位ナオキックさん、ありがとうございます。10位奈良のアサポンさん、ありがとうございます。9位双葉さん、ありがとうございます。8位しんのすけさん、ありがとうございます。7位さつきさん、ありがとうございます。6位てつみやさん、ありがとうございます。5位終わりなき民さん、ありがとうございます。4位日課さん、ありがとうございます。3位ひろみこさん、ありがとうございます。2位さんやさん、ありがとうございます。1位ゆうさん、ありがとうございます。ではね、終わろうと思います。ごめん本当にすいません、はい、落ち込む日もあるよってことでした、私にも。はい、ワンコに癒してもらいます。今日帰って、でも寝てるかもしれん、はい、帰ります。じゃあありがとうございました。ではおやすみなさい。ありがとう。